今回は名古屋モーニング5000です。モーニングが美味しいお店はたくさんあって絞るのが大変ですけど、今回は私の独断と偏見で選んでおりますので、なんでこのお店が入ってないのっていうこともあるとは思いますが、美味しいモーニングはまだまだたくさんありますので、ぜひ行ってみてほしいですね。では一つ目のお店が森の家コーヒー店というお店でして、高岡駅から徒歩10分ぐらい、東区代官町交差点からすぐのところ。モーニングの特徴としては、カフェのメニューではありえない卵かけご飯やしらすご飯まであるという。もちろん小倉トーストもありますが、ドリンク代だけで提供されるレパートリーがすごく多いのがポイントです。嬉しいのは定休日がないことです。こちらのいい点は、一つ目がモーニングが7時からいただけるとこですね。メニューも和食があったりとヘルシーです。もちろん土日祝日もモーニングサービスがあるということで、いいんじゃないかなって思います。二つ目のいい点は、コーヒーがたっぷりマグカップで登場するとこです。これはなかなかないサービスだと思います。味の方はまろやかで飲みやすいコーヒーです。はい、これが女性に大人気のフレンチトーストです。モーニングはドリンク代だけで、すべてのメニューが無料でつきます。外はカリッと中はふわとろ食感で、これは絶対にハマると思います。メープルシロップをかけたバケットはまるでプリンのようにプルプルでした。嬉しすぎるコスパにびっくりすると思います。次のお店は丸の内駅から徒歩2分ぐらい、モーニングタイムは7時半から10時半まで、定休日は日曜日で、レンガ亭というお店です。こちらのいい点一つ目ですが、このボリュームなんです。 C セットのハムとトマトのサンドイッチです。コーヒーにサンドイッチ、エッグサラダにヨーグルトがついて、なんと550円です。とにかく質が良すぎて、野菜がシャキシャキ、パンも本当に美味しいんです。いい点2つ目が、クオリティが高くてモーニングのレベルではないとこ。先ほども言いましたが、丁寧に作られているので本当に美味しいんです。店内は昭和な感じではありますが、落ち着くと思います。注意ですが、こちらのお店は喫煙可能店です。次のお店が名東区梅森坂にあるカフェ、梅森台北交差点のすぐ近く、ベニーというお店になります。こちらは駐車場が20台ぐらいあるので、車で訪れるのが便利な場所かなって思います。こちらのいい点はメニューが豊富で飽きないことです。モーニングタイムは7時半から11時、定休日は月曜日です。今日は名物の朝お茶カツが目当てでやってきました。朝お茶カツはドリンク付きで750円です。これがそのお茶カツなんですが、なぜかピンボケしてます、ごめんなさい。大量な刻み海苔があって、お出汁にカツが使ってる感じです。もちろんドリンクもついてます。梅干しがありますが、最後のお楽しみということで、お出汁はハープティーをブレンドした鰹出汁ベースの醤油味です。海苔のトッピングの中には茹でたキャベツの千切りがカツの上に乗っていて面白いです。説明が長すぎましたが、つまり和風味のカツ煮って感じです。衣って普通サクサクしていますが、これはしんなりしていてめちゃめちゃ美味しいです。もう本当に美味しいのでおすすめです。海苔の風味もキャベツも意外にあって、ご飯が進みます。味噌カツとはまた違ってあっさりしていて、朝から食欲が出ます。なんといってもお出汁が最高です。最後に梅干しと一緒にお茶漬けみたいにいただきます。このコーヒーなんですが、すごく美味しかったです。はい、次のお店は名古屋駅から徒歩3分ぐらい、大名古屋ビルジングの地下1階にあるチャーリーズというお店でして、各地の美味しいものを集めたグロサリー、その一部がカフェになっています。今日はこちらでモーニングをします。モーニングの他にも人気のカスタードプリンやパンケーキ、ダッチベイビーなどのスイーツ、また牛肉 100% のハンバーグのロコボコもおすすめですが、カフェ利用だけでもいいかなって思えるお店です。
モーニングタイムは10時から11時の1時間だけ。開放感もあってゆっくりできそうです。こちらはおすすめ穴場カフェですね。これがドリンク代プラスパンとのプレートセット250円。カプチーノの滑らかな口当たりに癒されながら美味しいモーニングをいただきました。この日はオープン直後にお邪魔したということもあって、売り場の方にはまだ商品が届いていなかったのが残念でした。フルーツサンドもいいなって思ってたんですけど、最後は名古屋駅構内タワーズ通り老舗カフェアバンテというお店でして、モーニングタイムは7時から10時半、年中無休のお店です。モーニングセットは1種類のみになります。これがそのモーニングセット550円です。ハムサンドにポテトサラダ、ヨーグルトです。名古屋名物の小倉トーストも追加しました。甘すぎない小倉あんと生クリーム、これが絶妙でなぜかテンションが上がります。こちらのお店も喫煙可能店なので注意です。